俺たちのジャパンへようこそ。自分が普段暮らしている場所とは異なる土地へ足を運び、新鮮な体験で非現実を味わえる旅行。日本人だけでなく外国人にもとても人気があるレジャーです。旅行といえば食事やどの観光地を回るかなど重要な項目はたくさんありますが、宿泊先も無視することはできません。一日中歩き回った体を癒し、ゆっくり休める環境であるためには宿探しもとても重要ですよね。今回のエピソードでは、旅行で初めて日本を訪れたブルガリア人女性が登場します。彼女は日本の宿の価格が予想外の高さであることに激怒しますが、実際に足を運んでみてその考えはガラッと変わったんだとか。一体日本の宿でどのような体験をして、どのように考えが変わったのか、ぜひ最後まで見て真相を確かめてみてくださいね。私はブルガリア人のアリス。少し前に会社の部下の女の子と3人で海外旅行へ行ってきたの。一般的な休みとは異なる時期に会社が大型連休に入ったから、その機会に何もせず過ごすなんてもったいないしね。そして大切な行き先なんだけど、いろいろ話し合った結果、私たちは日本へ行くことにした。部下の一人であるラナが留学をしていた経験があって、どうしても日本を紹介したかったみたい。それにラナの話を聞いていたら、もう一人の部下であるジャネットもすっかり日本に憧れの気持ちを持ってしまったらしくて、可愛い部下二人に行きたいと言われたらうなずかないわけにはいかなかったわ。じゃあ私が日本に対してどのような気持ちを抱いていたかというと、正直いいイメージも悪いイメージも持っていなかった。だけどあまりにも遠い国だから、自分が人生の中で足を運ぶ日が来るとは思っていなくて、自分の感性に合うのかそうじゃないのかも正直よく分かっていなかったの。まあ旅行をするにはそれくらい何も知らない方がむしろ楽しめるかもしれない、そう思っていたんだけど、宿の手配やスケジュール決めを担当してくれていたラナからあることを聞いて、私の考えは一気に変わったの。日本での滞在は6日ほどの予定だったんだけど、問題は3日目の宿のことだった。初めの2日間を過ごす首都の東京から、日本らしい伝統的な建造物が見られる京都へ移動するんだけど、ラナ曰く、京都には魅力的な旅館がたくさんあるから、せっかくなら素敵な場所がいいと思って奮発しちゃいましたとのこと。まあ私も30歳まで独身で働いているから、お金には困っていないし、多少の金額は覚悟していたんだけど、具体的な価格を聞いて驚きが隠せなかった。ブルガリアのホテルではなかなか聞いたことがないようなものすごい金額だったの。そりゃブルガリアよりも日本の物価が高いことは知っていたけど、さすがにありえないと思った。一生懸命予約してくれたからしつこくは言えなかったけれど、さすがに信じられなくて、ラナ、それって大丈夫？旅行詐欺とかに合っているんじゃない？と聞いてしまったくらい。だけどラナは平気な様子で笑い、詐欺なんてそんなわけないじゃないですか。確かにかなり高いですけど、信じられないくらい素晴らしい旅館だって日本でも有名なんです。きっと先輩も行ったら分かってくれると思いますよ、と言ってのけた。正直ラナは少し抜けているところがあるし、 100% 安心することはできなかった。とはいえ、せっかく予約してくれたのに、いつまで経っても不満な様子をあらわにすることはできなくて、そう、それならよかったわ。私はできる限りの笑顔を作ってラナにそう言った。でもラナのことを知っている気の置けない婚約者のトニーには、一人では抱えきれない本音を全力でぶつけていた。一泊でこれだけ高額なんて信じられる？絶対に外国人だからってぼったくられているのよ。
ラナは純粋で世間知らずだから、それに全く気づいていないみたいだけど、正当に価値があるものになら多少の金額を支払うのはもちろん構わないわ。だけどぼったくりで騙されてお金を支払うほどバカバカしいことってないじゃない。日本ってそういう国なのよ。行く前から信頼を失ったわ。私がここまで怒りの気持ちをあらわにするなんて珍しいから、トニーはすごく驚いた様子だった。でも最後まできちんと話を聞いてくれて、最後にはなだめるようにこう言った。行ったことがない場所だけに怖いよね。でもまだぼったくりだって決まったわけじゃないし、自分の選択とラナを信じて身を任せてみてもいいんじゃないかな。危険だけはないようにね。トニーに話を聞いてもらってすっきりしたからか、彼の言葉には素直にうなずくことができた。確かにこんな風に怒った状態ではせっかくの旅行も楽しめないし、怒るならぼったくられてからでも遅くはない。もちろん事前に防げたらそれが一番いいけれど、ラナの判断に身を委ねると決めたのだから、とりあえずは考えないようにしようと思った。そうして日本へ降り立った私たち3人、東京では何の心配もなく心から観光を楽しむことができたわ。気になっていた宿もブルガリアにあるのとそう変わらないクオリティで、価格も許容範囲内、ごく一般的なビジネスホテルという感じかしら。それでもかなり清潔感があったから十分満足できたんだけどね。でも日本のホテルに泊まってみて、なおさら京都の旅館の高額な料金設定にはますます納得がいかなかった。ラナは高級旅館と言っていたけれど、簡単に調べてみたところ、旅館ってホテルよりも庶民っぽい雰囲気が売りみたいじゃない。寝る場所はベッドじゃなくて床みたいだし、正直その料金に見合うサービスがあり得るとは到底思えなかった。それならまだ海外でも知名度がある高級ホテルなら同じ値段でも安心感があったのに、問題の旅館へ宿泊する日が近づくにつれて、そんな不信感が募りに募っていった。そして問題の日、実際に予約していた旅館を前にして少し驚いたのは事実だった。旅館だと聞いてインターネットで調べていたものは日本の大きめな古い民家みたいな感じだったんだけど、それとは全く異なるもので、日本らしい雰囲気はそのままなんだけど、木材建築でありながらなんというか現代っぽいおしゃれさもあって、ブルガリアでは到底見ることのできない新しいジャンルの建物だった。まあこれなら多少高額なのもうなずけるかも。外観だけでなく内装も綺麗だったし、そんな風に思えた。とはいえあまりに高額だからそれには納得できなかったけどね。タクシーで旅館の前まで到着した私たちの元へ、2人のホテルマンらしき人たちが近づいてきて、こちらから名前を言ってもいないのにお待ちしておりましたと歓迎して、あっという間に荷物を台車に乗せて、そこまでの手際が早すぎて正直ついていけなかった。チェックインするまでもお茶やお菓子を振る舞ってくれて、そのおまんじゅうも今まで食べたことがない美味しさでとにかく感動した。無料提供のお菓子でここまでクオリティが高いなんて驚いたわ。こうして京都の高級旅館は1秒1秒、いいえ一瞬一瞬私のことを驚かせていったの。チェックインを済ませて自分たちの部屋へ行こうと思ったら、この後はお出かけですかと尋ねられたので、留学経験のあるラナが日本語でそうだと伝えたの。そうしたら地図やパンフレットを取り出して近隣の飲食店について事細かに教えてくれて、これもブルガリアのホテルでは見たことがないわ。もちろんこちらから尋ねれば教えてくれるんだろうけど、何も言っていないのに相手の必要なことを先回りして考えて、日本人のおもてなしってこういうことなんだと体感させられた。この時点でラナは大満足という表情で、
ほら、日本人は本当に親切で素晴らしい人たちなんですよ。だから日本が大好きなんです。ほんの1時間前の私ならぼったくられているのだから、これくらいのサービスは当然じゃない、なんてひねくれたことを思っていたでしょうね。だけど実際に日本人を前にしてこの素晴らしい接客を受けてみたら、決してそんなことは思えなくなっていた。なんというか、日本人の接し方には真心が感じられたから、表面上だけでなく心の底から歓迎されているような感覚がして、とても居心地が良かったの。それからフロントの女性に勧められたお土産屋さんを見に行って、戻ってきたら旅館の部屋で夕食。日本産の素晴らしい食材を使った料理の数々はブルガリアでは当然食べられない。そして合成着色料を使うでもなく、自然そのものの色で見事に鮮やかに彩られた食事たちは、お腹だけでなく心まで満たしてくれた。今までに行ったどんな高級ディナーよりも私たちの心を高揚させたわ。何より今でも忘れられないくらい本当に美味しかった。こんな風にあんなに嫌だったはずの高級旅館で私が体験した驚きは、言っても言っても終わらないほどなんだけど、他に驚いたことといったら、日本の旅館は床に布団を敷いて寝るというのが一般的だと思っていたんだけど、床で寝るのが苦手な外国人のためか、その部屋には布団とベッドの両方がセットしてあって、外国人の気持ちや習慣を重んじてくれていることもとてもありがたかった。あとは温泉ね。ブルガリアにも温泉はあって何度も行ったことがあるわ。でもブルガリアの温泉って水着を着て入ることもあって、温水プールみたいなポップな印象なの。それに比べて日本の温泉はリラックスできる、落ち着くことが重視されていて、石畳だったり木が使用されていたり、ライトアップが暖かかったり、今までに感じたことがないような癒し効果を感じられたの。しかも私たちが宿泊した部屋にはなんとハイクオリティな露天風呂がついていて、自分の部屋で外の景色を見ながら温泉に浸かる経験なんて初めてだったから、天国みたいだと思ったわ。この通り、来るまではあんなに嫌だと思っていた日本の高級旅館、帰る時にはぼったくりだなんて口が裂けても言えない気分になっていた。むしろ私の本当の思いはトニーにしか伝えていなかったけれど、あんなことを思っていてごめんなさいと全ての人に謝りたくなるほど満足できたの。これだけサービスが充実していて、接客が素晴らしく、お料理も温泉も最高だったら、どんなに高額な料金を支払っても来る価値があると思えた。ラナのことをもっと早く信じてあげればよかったって心から後悔したわ。今私はブルガリアに帰ってきて、もうすぐトニーと結婚するの。新婚旅行は必ず日本の京都にあるあの高級旅館へ行こうと思っているわ。日本人のおもてなし力はそれだけにお金を払う価値があるほど本当に素晴らしいと思う。客のことを何より大切に考えてくれているんだよね。日本の温泉ってお湯自体が気持ちいいのももちろんだけど、雰囲気もすごく落ち着くよね。他の国ではなかなか味わったことがないから、また日本に行きたいと思う。僕も床に寝るのは不安だったけど、畳に布団を敷いて寝るのは想像以上に快適だよ。今度日本へ行ったらぜひ体験してみてほしいな。フロントの人が何も言わなくても近隣のお店を教えてくれるの、僕も驚いた覚えがあるよ。しかも日本人は英語が苦手なはずなのに、こちらに配慮して英語を使ってくれたんだ。日本の旅館はリーズナブルに泊まれるものから、新しくてサービスが充実し高額なものまで様々です。どんな場所を快適と感じるかは人それぞれですが、誰もが変わらず感じるのはおもてなしされていると思えるような温かさなのかもしれません。
特に海外旅行では緊張して不安な思いもあるものですから、こういった温かい配慮はより心にしみるのではないでしょうか。皆さんは国内外問わず接客に心が温まった思い出などはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。